皆さん、こんにちは。今週の2発目は、バラキ中山に続き、同じく千葉県内の、西船橋が、稼働の運びとなりました。まずは、改札前から。こちらはまだ、新型に交換されて、いませんでした。続いてホームの様子。5、6番線ホームは、3号車、7号車、7、8番線ホームは、3号車、6号車付近に、設置されています。新型行き先案内表示器の、稼働に伴い、自動放送が、更新されましたので、ご静聴くださいませ。電車、大駅止まりです。ご乗車にはなりませんので、ご注意ください。黄色いブロックの内側までお下がりください。The train arriving at track 6 is not in service. For your information, it is not possible to board this train. Please stand back behind the yellow warning box.次は船橋に止まります。東洋
駅をご利用のお客様はこの後5番線に参ります44分発の東洋勝田田駅をお待ちください。5番線に到着の電車は JR 東武線直通の津田沼駅です。Please stand clear of the closing doors. You're all right.
そしてこれが、今日のハイライトです。乗り換え改札のところに、超巨大サイズの表示器が、設置されました。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。